今日ですが、いよいよ黒字主体の最適投資というのをやっていきます。今何やってるかっていうと、安全資産が1種類ですね、危険資産が2種類で、このケースでじゃあ結局どういうふうに黒字主体は投資するのがベストなのかというのを今日いよいよ結論を出します。そしてそれを出す上で大事なのが接点ポートフォリオという考え方です。でこれについて今日はやっていきます。でまず前回の復習いきますね。あらゆるポートフォリオを F のウェイト、A のウェイト、B のウェイトを網羅するんですね。網羅してそのそれぞれのポートフォリオっていうのはこう箱の面積1の箱で表せますと、まあ、これ一例ですね。でそしてどうやって網羅するかっていったら、この曲線上の AB だけを組み合わせた曲線上の1点どっか固定しましょう。これの場合には4分の3対4分の1でこの位置ですね。まあ場所としてはこう開けて、この位置ですね、こう4分の3、4分の1、4分の3、4分の1と、まあそういう位置が、縦軸はねこの線形でな関係があるので、それでこの位置って分かりますね。ポートフォリオ、対応するポートフォリオは。でそいつと安全資産を組み合わせます。そうするとその危険資産にどれだけのウェイト投入するかによって、こうアルファで表しましたね。これアルファが潰れちゃってるケース。これは2分の1ですね。2分の1。これは 100%。これが 1.5 と。そしたら、こうアルファを徐々に動かしていくと、こう線上をこう右上に行きます。だからこれらの線上の点が、この3対1で A と B を組み合わせたのと安全資産を組み合わせたポートフォリオで実現可能な横軸リスクと縦軸期待リターンですね。そうなりますよというのをやりました。前やった分布で表すと、今回の場合にはこのね、これ B のウェイトで表してます。 B が4分の1でしたね。 0.25 で、アルファを今1だったらこの A と B を結ぶ双曲線の点で、これを0にすると安全資産だけですね。でそうするとここから0から増やしていくと、こう右上に直線で進んでいくんですね。で、まあ、ちなみに下は今まで使った数値例の場合の分布なんだけども、徐々にアルファを動かしていくと、この点が上の図で言えば点が広がっていくし、下側で言えばね分布がどんどん広がっていくんですね。その代わり期待値がどんどん増えていくと。分布が広がるってことはリスクが増えるってことね。でこうやってどん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 増やしていくと、対応する分布が変わっていって、そして横軸、リスク、縦軸期待リターンの点がどんどん右上に直線的に移動していくと、まあ、こんなのを勉強しました。でこれは今やったのは、この B が A と B のウェイトで B が 25%、つまり4分の1、これを別のウェイトでもできますね。これは別のウェイトでやってみよう。でそれをやる前にごめんなさい、今日学ぶことで言っておくと、結局安全資産1種類と危険資産2種類 AB を組み合わせることで、どんな横軸リスク、縦軸期待リターンの組みを実現できるでしょうか。それをまず網羅していきます。前回やったのはその一部分だけでしたね。 A と B が4分の3、4分の1の比率の場合だけ、他の比率でもやってみよう。ほんであらゆる組み合わせでやってみると、実現可能なリスク期待リターンの組みが網羅できますね。でそれが実現可能集合になりますね。3資産の場合この中だったらリスクと期待リターンあなたは選べますよっていうのが出ます。ただその中では投資対象となり得るものとなり得ないものがありますね。それは危険資産2種類の場合にはやりましたね。 A と B がこんな感じで結んであったら、2資産しかない場合ね、 A と B のこの最小分散点よりも下側は絶対選ばれませんっていう話しましたよね。なぜなら上とか左とか左上に別の選択肢が可能だから、この点だったら上にも行けるしね、左上にも行きますね。ということでバッテンなのを残していったら、どこが残るかというと、ここのヘリでしたね。この最小分散点を含む上のヘリでした。この中からしか選ばれませんって話でした。で同様のことが、この
これに加えて危険資産2種に加えて安全資産がある場合にも言えます。ちなみに安全資産1種と危険資産1種の場合、安全資産1種と危険資産1種の場合には、まあこれは全部投資対象になりましたよね。この線上ね、左上に行けませんので、厳密に言うとアルファをマイナスにしたらこっち行くんで、まあこれは対象外になりますよって話なんだけど、まあそれを削った後って考えればいいかな。で、今日やるのは3種類の場合でしたね。で、その投資対象となり得るリスクと期待リターンの組ってどんなでしょうかというのを勉強していきます。で、じゃあその組にある共通の特徴があります。このリスクと期待リターンの組。で、それらの組。で、その中身ですね。どんな危険資産と安全資産を持っているんでしょうかというのに共通点があるんですね。それを勉強していきましょうという話をやっていきます。それを前半にやって、後半には、じゃあこれで黒字主体が好むリスクと期待リターンの組を選びますよと。で、その時に、この期待リターンとリスク、このある関係があるんですね。この間にある関係があります。で、またアルファ、どれだけ危険資産に投入するか、これの関係、これにもある関係があります。どういう関係になるのかというのを考えていきます。つまりですね、例えば、私はこれだけの期待リターン欲しいですよ。例えば 10% 欲しいですよ。そうしたら自動的に、だったらあなたはこれだけのリスクを負担してくださいね。そして危険資産にはこれだけの割合投入してくださいねっていうのが決まるんですね。で、それ他のケースも同じでね。これだけリスク負担できますよって決めたら、だったらこれだけのリスク負担するんだったらこれだけの期待リターン得られますよ。これだけ投入してくださいね、危険資産にというの決まるし、これだけ危険資産に投入しますって言ったら、じゃあリスクこれだけの負担でこれだけの期待リターンが得られます。これが決まるんですね。だからこういうベストなポートフォイオを選んでいるときに、この3つの値どういう関係があるのかと、それを数式で考えていきましょうというのを最後の方にやります。じゃあいよいよ前回の続きで、実現可能集合の一部分だけしかやっていません。 A と B が、 A と B の比率が、なんだ、4分の3対4分の1だけやりましたね。当然他のケースも網羅していきましょう。つまり、選択可能なポートフォリオをこう箱で書いて、そんで前回やったのは4分の3対4分の2であるような危険資産の組と、それは実現可能集合、この双曲線のね、 AB だけからなる実現可能集合上の1点でしたよね。1点でしたと。で、それと安全資産を組み合わせます。で、これは直線になりますって話やりましたね。これが前回やったことです。で、他の箱いっぱい残ってますよね。他のケースもやってみましょう。で、例えば2分の1、2分の1、1対1の箱、これ見た方がいいかな。この点と安全資産を1対1で組み合わせ、この点と危険資産を1対1で組み合わせた危険、このポートフォリオと安全資産を組み合わせます。そんでアルファ、危険資産の投入割をゼロ、例えばね、3分の1、3分の2、1、もっと 1.5 とかね、こうやって増やしていきますよね。じゃあこの緑の、これで囲ったこれに対応されて見ていきましょう。まあ、ちょっとね、説明の都合上、これ全部違うポートフォリオとして書いてますね。ですが、まあこれ一応同じね、 100% 安全資産なんだけど、ちょっと説明の都合上別の点と書いています。ただね、厳密にはこの点とそこからどう放射線上に伸びるかって話なんだけど、まあそれを見ていきましょうか。この図で見ていくと、 A と B を 0.5、 B のウェイト 0.5 にしますね、半々。そうするとアルファが1の時に、これ A と B の中間点、縦軸は中間点なんだけど横軸はちょっとへこむって話でしたね。この中間点がへこみます。それは分散化の効果ね。で、これが 100% A と B、 アルファが 100% 危険資産で、さらに半分を A 半分を B に分けた場合で、こんな分布しますよというのがあって、で、それを危険資産0から徐々に増やしていきます。アルファを増やしていきますね。今はこれちょっと段階的にね、こうちょっとずつやってるけれども、 0.05 ずつやってるけれども、実際には当然ね、細かい、無限に細かい単位でできますので、で、こう増やしていくと直線上に伸びていきますね。で、1の時にちょうど A と B を通る双曲線上の縦軸で言えば中間点になりますね。横軸がちょっとへこんでるけど、で、下の分布がこれが AB だけを組み合わせた場合の曲線ね。で、これどんどん増やしていくと、これはさらに借金して AB の半々に投入してるんですね。まあ、こんな図が得られます。
でそれを、書いたのが、つまりそれぞれに該当する点を書いたのがこの絵で、 100% 安全資産だったら当然安全資産の点で、半分危険資産半々の組み合わせ、まあ、つまり2分の1、4分の1、4分の1ってことですよね。それだったらこの 100%AB 半々の双曲線上の点との安全資産との点との中間点ですね。でさらにこれ α0 α=1/2 α=1、じゃあこれ α=1.5 にしようか。つまり当初持っていたお金の半分の額に当たる額を借金しておいて AB に半々ずつ投入すると、そうするとこの 1,2,3 つ目の点ですね。で当初持っていたお金と同じ額を借金して、当初持っていたお金とこの借金した額を全部を AB 半々ずつ投入するとこの点ですね、4個目の点と言ってもいいし、この全額 AB の点の倍の点と言ってもいいですね。こうやって、半直線が実現します。で数式については前回やったのと全く同じです。同じように結局アルファの割合で持ったら横座標も縦座標も、例えばねアルファ半分持ったら横座標は この AB 半々の点の横座標のちょうど中間点になりますよ、縦もそうですよ、半分になりますよ、だから中間点ですよねっていうのが出せるんですね。それは前回の数式そのままです。でこれをじゃあ他の箱についてもやってみようか。これと組み合わせてみようか。1対9の箱と安全資産組み合わせます。そうすると双曲線上の1対9の箱と安全資産を組み合わせる点を結ぶ直線になりますよね。でそれが例えば、こんなんそうですね、この辺とかね。で他に、100%A もできますね。 100%A とつまり1対0と安全資産を組み合わせる、そうすると安全資産と A だけの点を結ぶ直線になりますね。例えばそれの場合にはこう、これが得られますね、この線上の点が得られますね。そしてこれはね、無限にこのピンクの双曲線上のあらゆる点とこの安全資産の点を結んでいきましょう。それで実現可能な全ての箱が網羅できますね。ちなみにさらにね、 B を空売りして A をさらに変えましてもいいですね。そうしたらこっちがいきますよね。でそうしたらそれとこれを結ぶこう直線が得られますしね、と言って結んでいきましょう。そうすると何が得られるか、これ例えば B のウェイトを最初にやった 0.5 にしましょうか。 AB 半々にして、でそうすると、こんな感じですね。 AB の中間点、縦座標で言えば中間点と安全資産の点を結んだ直線になります。これが AB 中間点ね、これが安全資産の点で、最初にやったのは B のウェイトが 0.25 でしたね。 0.25、 そうするとこの点でしたね、結んだ直線やられましたね。でこれ B のウェイトをどんどん変えていきましょう。そうするとこうやって結んだ点が変わってきますよね。で10分の9対10分の1対10分の9だったら B のウェイト 0.9 なんで、これで、でこれあらゆる点でやってみましょう。でやっていくと、まあ、こうこれの直線の通った線の上だったら選択可能ってことになりますよね。でちょっとこれアニメーションでイメージでやってみると、まずどんどん B を増やしていって増やしていって増やしてさらに増やしていくと、でこうやって通る直線が動いていきますよね。でこの青い線が通り過ぎた点というのは選択可能な直線でしたよね。ちなみにこれどこで一体最大化するという、どこで傾きが最大化するかというと、一旦ここでこの辺り 0.9 の時に傾きが最大化します。そしてこれ B ね、ここ A で 0.9 で最大化して、でそれを過ぎると徐々に傾きが下がっていきます、直線の傾きね、という特徴があります。今回の数値例の場合にはね、こうやって、直線通るの
網羅していくと、こういう灰色い三角形みたいな実現可能集合というのが得られます。まあ厳密にはね凸錐っていうんだけど、まあ三角形みたいですよね。まあ実際に角がないのでね、こっち側に三角形じゃないんだけど、まあ、三角形みたいな形してますよね。でこうやってこの中だったら選べますよというのが得られました。でこの灰色の点の中のリスクと期待リターンの組だったらあなたは選べますよと、でそれに該当するポートフォリオがちゃんとありますよっていうことになりますね。でこれで実現可能集合は得られました。じゃあここである特徴のあるポートフォリオがあります。それが接点ポートフォリオといいまして、さっきの 0.9A が 0.1B が 0.9 の点、それを接点ポートフォリオと言います。それについて考えていきますね。でこの横 A と B が10分の1、10分の9の組み合わせ、つまり A と B を10分の1、10分の9で分けたこの点、この点はこの直線だけはこのポートフォリオと原点を、原点じゃない、安全資産の点を結ぶ直線だけはこのピンクのカーブと接してるんですね。接する、交差してないです。でちょっと分かりにくいと思いますが、例えばね拡大図見るとこんな感じです。ここピンクのカーブね、ピンクのカーブがあって、でこの線だけねこう一点で接してるんですね。一方例えば B を通る点なんかこれ交差してますよね。でこれ違うの分かりますよね。他の点もこう交差してますが、この T を通る点だけ接していると、つまり傾きが最大になってるんですね。でこの F から双曲線上を通り抜ける多数の半直線、さっき見ましたね、動いてる半直線、そのうちこの点だけは接しています。一点で接してます。でこれを接点ポートフォリオと言います。この点 T というのを接点ポートフォリオと呼びまして、つまり箱で言えばこいつと安全資産を組み合わせたこの横一行ですね、この部分で、この今見たこの茶色い線上の点というのは全部 A と B が10分の1対10分の9、1対9なんですね。こういう特徴があります。つまり安全資産とAB を1対9で組み合わせた直線というのは傾きが最大になって1点で接してるんですよという話ですね。でちょっと以降のためにこの点 T の収益率を T の収益率と書いて、リスクはその T の収益率の標準偏差と、期待値は T の収益率の、期待値と、まあ、こんな表記をすることにしますね。まあ、いちいちこれ書いたらね、長くなっちゃうんでね、ここ書いたら。でこの接する点というのは今見たみたいに点 F から双曲線上の点を通り抜ける多数の半直線の中で、いっぱい見ましたね、接点ポートフォリオを通り抜ける半直線は傾きが最も急になっています。つまり 0.9 のところで B のレベル8がね傾き最大化しますよというのをこのアニメーションで見せましたよね。これね、これで B のレベル8が 0.9 の時に傾きが最大になっています。でこの茶色い線、これは安全資産と接点ポートフォリオを組み合わせたものでしたよね。そんなポートフォリオです。つまりこれらのことね、これらのこと。で例例として書いたこの B と結ぶ線っていうのは安全資産と資産 B だけを組み合わせたポートフォリオですよね。この点々の青がずっと先進んだら安全資産につながるのね、 F に。この茶色もそうだけどね、こう分かれて。でちなみにピンクの線上っていうのはこれは A と B だけを組み合わせたやつですよね、双曲線というのが分かると思います。さてこういうのを見た上で最適投資について考えてみます。この灰色いの中で期待値、縦軸は上にある方がいいです。リスク、横軸は左にある方がいいです。こんな人が決して選ばない点はどこでしょうか。逆に人によっては選ばれるかもねと、まあ、そんな点はどこでしょうかというのを考えてみましょう。それが練習問題1ですね。
実現可能集合灰色の三角形みたいな形をしたやつの中でリスクは高いほどいや左にある方がいいってことね、期待値は高いほど嬉しい上にある方がいいってことね。こんな黒字主体は決して選ばない点はどこでしょうか、逆に選ばれる可能性のある点はどこでしょうか。決して選ばれないのはこの灰色の中側の点ね、このは絶対選ばれませんね、このはダメですね。なぜか上に他の選択肢ありますよね、左上でもいいですね。より有利な点が選択可能なのにわざわざそんな不利な点を選ぶ必要はないということですね。で、まあ、言った甘さカロリーの話でもやりましたよね。もっと同じカロリーなのにもっと甘いお菓子がありますよ、そんなのダメですよね。左に行った場合には甘さそのままカロリー控えめ、そんな選択肢は可能なんだからそんな選びませんよね。で、選ばれる可能性のある点どこかって言ったら、この三角形みたいな形の左上のヘリですよね。このヘリ茶色い線状です。それはその中では優劣つけられませんよね。左に行ったらリスクが増える代わりに期待値が上がるから、嫌な思いする代わりに、まあ、その分嬉しい思いがあるんですね。ちゃんと保証されるというか埋め合わせがあると。だから、カロリー増えるんだけど代わりに甘いよって感じね。逆に向いても同じね、カロリー減るけど甘さが控えめになっちゃうよと、そういうことですよね。ということで、この実現可能集合の左上のヘチの、縁の半直線上、これが選択対象ですね、最適な投資対象になりますね。で、それ何かって言ったら、さっきの傾きは最大の直線ですので、この茶色線、傾きは最大の直線ですよね、こういっぱいある中で。ってことはさっき見たように接点ポートフォリオと安全資産を組み合わせたものですよね。それが最適な投資の対象になるということになります。で、つまり座標で言えば接点ポートフォリオね、接点ポートフォリオの収益率のリスクね、これが横座標、縦座標は接点ポートフォリオの収益率の期待値ね。この座標と安全資産の点を結ぶ直線ですよね。ということで最適な投資対象っていうのは次の2つを結んだ半直線上の点です。つまり安全資産の点、横座標リスクゼロで、期待値は、まあ、期待値というか実現値1個だけどね、安全資産の収益率、それがこの F の座標ですね。で、これ T の座標が、横座標がそのリスクで、期待値が縦座標と、この2つを結んだ半直線です。で、この2つの半直線、2つの点を結んだ半直線何かって言ったら、これらの点に該当するポートフォリオ、みんな安全資産と接点ポートフォリオ T を組み合わせたものですよね。だから安全資産の点と1対9の点を結んだものなんで、その投入ウェイトもこうなるんですね。1対9の点ですね、危険資産の投入ウェイトね、 A のウェイトと B のウェイトは1対9になります。ということで結局最適な投資対象になるのはもうこれだけなんですね。この必ず危険資産に投入するんだったら A に10分の1、危険資産に投入するアルファのうちの10分の1ね。で、 B はその10分の9に対応する額をどんな人であっても投入するっていうのは分かりますよね。まあちょっと、特殊例が、安全資産だけ持つ場合はちょっと1対9と言えないけどね、もうゼロで潰れちゃってるんで、わずかにでも危険資産を持つんだったらそれはリスクが少ないほどいいよっていう人であっても、これ1対9の点ですよね。この点って例えばね、まあこんな点ですよね、こんな点、まあ、これがもっとね、ほぼ潰れに近い感じになってる点ですよね。ですがやっぱり1対9ですよね。またリスクものすごい欲しい人であってもやっぱり1対9ですよね、これ A と B の比はね。ということで最適な投資対象というのはみんな A と B を1対9で持つんですよ。それはリスクをどれだけ好きかに関係なくというのが分かったと思います。で、それをまた例のこんな図で表してみると、最適な投資対象というのはみんなまず、安全資産に 1-α100% のうちのね、危険資産に α 投入して、で、安全資産そのままね、 1-α が、安全資産のウェイトですね、この部分ですね。で、危険資産に投入する α は人によってこの α 違うかもしれません。ですが投入した α のうち10分の1を危険資産に投入するっていうのは全員共通ですよね。どんなリスクが好きな人であっても共通ですね。で、また10分の9が
危険資産ですね。で式で言えば α の10分の1なんで10分の 1α が A のウェイト、 α の10分の9が B なんで10分の 9α が B のウェイトですね。で残りの 1α が安全資産のウェイトということで、こんな感じで書けますね。あらゆる投資家はこの式、ただ人によって α が違いますよっていうので表せるんですね。それが最適なポートフォリオになります。まあ、つまりこれらのポートフォリオを α1 個で表した感じですね。これらの α の違いによって表したということですね。じゃあ例として、こんなケース考えますね。α が変わるとどう変わるかと、ポートフォリオがね、ポートフォリオがまあ分かるか、あの危険資産のごめんなさい、リスクと期待リターンがどう変わるか α によってね、それを見ていきましょう。で接点ポートフォリオの投入割合が α であるようなポートフォリオ、例えば α が 0.2 であるようなポートフォリオは、この図の中でどの期待値とリスクの点に対応するんでしょうかというのを見ていきましょう。そうすると、まあ、ちょっとこれまずはね、数式をやる前に、こうなりますよというのはね、ちょっと天下り的って言いますが、そういうものと受け入れてください。でこれ 20% 投入するんだったら α 危険資産の組にね、この安全資産の点とこの接点ポートフォリオの点、これを結んで、でこう 0.2 だったら5分の1ですよね。ってことはこの間を5区間に分けて、その1個目ここ、つまり図で言えば、このポートフォリオね、こう幅を取ってこんなポートフォリオになりますよね。α が5分の1だと、5分の1のうちのさらに10分の1が A なんで 0.02、まあ、50分の1ね、これは50分の50分の9か。でそれがここになると、で残り安全資産ということで、こんなふうに書けます。 α が 0.2 だった場合には接点ポートフォリオの点で結んでね、まあ、これ前回やったか、前回やった話ですね。接点ポートフォリオじゃなくて別の点でやったんだけどね、結んで5分の1だったら5個に分けたうちの1個目の点ですよって話やりましたね。縦座標も横座標もで同様にこれも同じです。じゃあ次、じゃあ安全資産に 40%、 接点ポートフォリオに 60% の資金を投入した場合、そのポートフォリオの内容はどうなるでしょうか。またどの点に該当するでしょうか。それを考えてみてください。どうなりますかね。まあ、答え下に書いてあるんだけどね、 60% なんで接点ポートフォリオと安全資産を結ぶ点を6区間、ごめんなさい、60% だから5区間に分けようか、 1,2,3,4,5 区間に分けて3つ目ですね。それが 60% の点ですよね。ですから絵で書くと F と接点ポートフォリオの点結んで、で 0.6、0.4 で分けて、この境目に該当するこの点が対応するポートフォリオに、対応するリスクと期待リターンになります。で内容としてはまず 0.4、0.6 で分けて、お金はね、 0.6 のうちの10分の1ですよね、それが A で10分の9が B ですんで、だから10分の1かける、まあ、α 0.6 ね、かけたら 0.06、 それがここになるし、α 0.6 かける10分の9、つまり 0.54 がこの部分になるね、 B のウェイトで、α が 0.6 なんで残り 100% の残り 0.4 が安全資産ですね。でこんなポートフォリオを持ったら、この点が対応する、リスクと期待リターンの組になりますねというのが分かるはずですね。さて次の問題、こんな例いきましょう。これね、毎回問3と問4、練習問題3、練習問題4みたいな問題を毎回試験に出すんだけども、期末試験でね、全然できないですね。なんでだろうね。だから出します、今回も出しますんで理解してください。で欲しい期待リターンが安全資産 F よりも上、ただ A よりも下、例えばこの緑の線ね、これちょっと A 重なってるように見えるけど A より下ね、 A は 2% なんで、F が 0.5 なんで、その間 1.085、 1.805
こんな期待リターンを希望する人はどんなポートフォリオを持つべきでしょうかというのを考えてみましょう。ちょっとなんでこんな中途半端な値かというとね、これだとねちょうどポートフォリオの内容がきれいになるので、こんな変な数字になってますが、どんなポートフォリオを持てばいいですかね。例えば直感的に考えて B、 リスク高いですよね。期待リターン高い代わりにリスクも高い。そんなこんな低い期待リターンでいい人はこんな危ないものを持つでしょうか。これ勉強してなかったらそんな持つわけない、 A と F を組み合わせればいいんじゃないと思うかもしれませんね。でもこの理屈から見れば違いますよね。どんなにリスクが嫌いな人であっても B を混ぜて A の返答を打ち消すんですね。打ち消すように B を持つんですね。ってことはどうなるか、これまずね、簡単に思いつく答え、 A 相対的に B と比べて安全な A と安全資産組み合わせればいいんじゃないですかと思うかもしれませんね。そうすると F と A を結ぶこの赤い点線上の点の中から選ぶことになりますね。その中で 1.085 を実現できるのはこの横の水平の緑の線とぶつかる、緑の線とぶつかるこの点ね。つまり A と F をこう分割していってね、どれだけ A 持つかっていったら 87%、 ここの幅を 100% としたら 87% 分だけ A を持って B は持たない、潰れちゃってますね。で残り 0.13 を安全資産、これがこの点ですね。それ A を A と安全資産だけ組み合わせて 1.85% 実現しようとしたらこうなっちゃいますよね。ですがこれに B 混ぜてみよう。さっき見たみたいに危険資産持つんだったら A と B は1対9がいいんですよという話しましたよね。なぜなら傾きは急になるから、茶色い線ね。でこれでやってみようか、 B も混ぜてみよう。そうするとこの接点ポートフォリオと安全資産を結ぶこの茶色い線、この三角形の左上の縁の中でその直線とこの横の水平の緑の線がぶつかる点、この点ですよね。これが実現できますよね。 1.085、これさっきの A だけと組み合わせたこの点と、ね、A だけと安全資産を組み合わせた非効率な投資と今の接点ポートフォリオと安全資産を組み合わせた効率的な投資比べると同じ 1.085 の期待リターンを得ながらリスクが減ってますよね。この危険な A、B を、ね、混ぜたにもかかわらずというのが分かりますね。だから結局 A と B は、ね、この1対9が、ね、ベストマッチングなんですね。これどんなリスクが嫌いな人であろうとも1対9で混ぜると、そうするとうまく打ち消し合ってくれて程よいリスクになってくるんですね。同じ期待リターンを得るんだったらより少ないリスクを実現できるのがこの1対9という組み合わせなんですね。で A だけ実現しようとすると A いっぱい持たなきゃいけないですよね。だから確かに A っていうのは安全な資産かもしれませんが、こんないっぱい持ったらばらつき大きいですよね、結果の。ですがこの少ない危険資産のベストなマッチングで持てばより少ないリスクにできるんですね、というのがここの話です。はい、理解できましたかね。じゃあ A よりもさらに低い期待リターン欲しい人どうなりますかね。この問題にはないけどもね、 A よりも A の2よりも、あごめん、これそうか、 A よりも低いですね。だから A よりも低い期待リターン欲しいにもかかわらず B も混ぜてるんですね、っていうのが分かると思います。 A だけじゃなくてね。はい、じゃあ今度次の問題、欲しい期待リターンが例えば 15% としましょう。まあこれはね、あの具体的なポートフォリオの中身出さないんで15でやっちゃってます。あちなみにね、これ1個前の問題ちゃんと皆さんでも計算できますんで、これどれだけのポートフォリオを持てばいいかって言ったらね、2-0.5 分の 1.805-0.5、 これやれば 0.875 になるんじゃないかな。そうですね、 0.87 になりますね。これがアルファね。アルファっていうのは欲しい、その組み合わせる期待リターン、アルファっていうのは組み合わせる期待リターンの差分のこれ引く欲しい期待リターンですね。これでアルファ出ますんで、でこんな感じで出せます。でこっちのね、これ 0.15 っていうのも同じように出せます。どうするかっていうとこれを t に変えればいいんですね。 t に変えてやると、出るはずです。はい、でこれの場合まあ綺麗な数値になるようにしたら 1.805 になってたけど、まあ、次はねもう計算しないんで、15% にしましょうか。理屈で考えましょう。
じゃあ欲しい期待リターンが B よりも高い、そんな黒字主体はこんな安全な A なんて持つでしょうか。あるいはひたすら B だけを借金して買い増せばいいんでしょうか。どっちがいいですかね。これ答え、ちょっとね次の図でもいいんだけど、前のこの拡大図の方が説明しやすいですね。ちょっとね B と T がね重なっちゃって見えてるんで、でどんな感じかっていうと、この図で言えば B と安全資産だけ組み合わせた場合にはこの青い点線ね、で安全資産と接点ポートフォリオを組み合わせたら茶色い線、最適な投資ね。でどっちがいいでしょうか。ここでね 15% の期待リターンが欲しいんですね。だからここから水平な直線を引いて、安全資産と接点ポートフォリオを組み合わせる場合にはこの点が実現できます。で安全資産と B だけを組み合わせた場合にはこの点ですよね。この緑の青い点線上ですからね。どっちがいいですかね。 A も混ぜた接点ポートフォリオと安全資産を組み合わせたこの点と、 B だけと安全資産を組み合わせたこの点で、どちらも期待値は 15%、 リスクはこれ接点ポートフォリオを組み合わせた方が低いですよね。左にありますから。だからやっぱり A を混ぜる方がいいんですね。はい、それが答えで、ちょっとこれがですね、この黄色い方が茶色と F を結んだ線ね。でこの青い方は青い点線と F を結んだ線ね。つまり A を組み合わせてないケース。でこの青い方でやっちゃうと、まあ、ポートフォリオの中身としてはこんな感じね。全部青をこんだけ持って A は潰れちゃってます。で借金、これの割合だけ借金します。これがポートフォリオの中身ね。で A も組み合わせる場合には接点ポートフォリオだから1対9ですよね。1対9をいっぱいここまで持っておいて、この黄色いところね。でここの部分、接点ポートフォリオから右に行った部分は借金ですよね。借金して買う部分と。でこれやっぱり接点ポートフォリオと安全資産組み合わせた方が得なので、まあ、組み合わせるっていうか安全資産を借金して買うんだけどね、マイナスの投入をするんですね、安全資産は。ということでやっぱり接点ポートフォリオを持った方がいい。つまり安全な A も混ぜた方がいいんですね。やっぱりこのベストな組み合わせですからね、というのが分かります。これも、期末試験で、少なくともどっちか出しますので、答えられるようにしてくださいね。考え方、どんな人であっても危険資産を持つんだったら A と B を接点ポートフォリオと同じ割合で持つというのが最適投資になりますからね。直感と反するんだよね。リスク高くてもいいから期待値欲しいって人であってもちゃんと A も混ぜますからね。また安全第一っていう人であってもほとんど危険資産はいりませんっていう人であってもちゃんと B、 危ない B 混ぜますからね。どちらの人にとっても A と B は1対9ですからね。はい、ということで、こうやって直感で説明したんだけど、それちゃんと数式でやってみようというのが、直感で、説明したこの α と横座標と縦座標の関係をちゃんと数式で勉強していこうというのが、次にやることです。でやることは今までと同じです。前回と同じです。はい、3資産からなる、ポートフォリオの期待値どうなるか復習ね。FAB のウェイトがこうだったら、 F のウェイトに F の期待値、 A のウェイトに A の期待値、 B のウェイトに B の期待値をかけて足したものが期待値でしたよね。で、リスクも同様で、行列で書けばね、分散共分散行列書いておいて、ただ安全資産にかかる部分は全部ゼロですね。安全資産はリスクはそもそもゼロだし、楽資産との共分散は面積が潰れちゃうからゼロになるって話でしたよね。でそれに前と後ろから、ウェイトをかけるんだけど、まあ結局計算結果はどうなるかっていうと、こう分けて A の場所 B の場所ってやって、 AA のエリアは A の事情と A の分散、 BB の場所は B の事情と B の分散、 AB の場所は A の B、 A と B のウェイトをかけて共分散ですね。 AB のそれをこう書くと、それを全部足したものです。ただまあ注意点としては A と B 足したら 100% にならないんだけどね、 F があるんでね。まあですが基本的に今まで通りですね。それが分散の式です。でそれを使って、じゃあ接点ポートフォリオの横座標縦座標ちゃんと出してみよう。まず縦座標、簡単だからこれいこうか。で接点ポートフォリオね、これウェイト0ですから、A と B の双曲線上の点だから A と B 足して1なんですよね。だからこれ0だからこれだけですよね。
でそれにさっきの10分の1と10分の9を入れるといつもの数値例だったら A が 2% に10分の1かけて B が 10% に10分の9かけて 9.2、 これが接点ポートフォリオの収益率ですね、期待値。そして、リスクは、A のウェイトの2乗かける A の分散足す B のウェイトの2乗かける B の分散足す2かける A のウェイトかける B のウェイトかける共分散ですね。でそれがこれね、これの全要素ね、これを横に並べただけです。でこれ足してそしてルートを取ったものですね、ルート取らないと分散なんでね、ルートを取ると標準偏差になって約 23% です。でこれで、期待値 9.2 標準偏差23、ちょっとこれ覚えてもらって、まあ、試験も覚えてもらって、でじゃあアルファを変えたらどうなるかっていうのを言っていきましょう。これアルファ1のケースだからね、アルファが1のケース。でこれでアルファとリスクの関係が出てきます。何を言いたいかっていうと、まずリスクからいくと、アルファを半分にした場合、つまりこれに半分だけ投入した場合はちゃんと横座標も半分になりますよ、 11.5% ぐらいかこうなりますよっていうのをまず言いたいのはね、アルファが2分の1だったらちゃんとリスクも2分の1になってますよ、つまり 23% かける2分の1になるよと。まあ、さらにアルファで言えば 23×α にちゃんとアルファだけこれに投入した場合にはリスクがなるんですよっていうのを出したいのね。まあといってもいいし、 α×23、 これね、この中身が23なんで α× これですよというのを示せればいいんですね。やってみよう。でこの10分の1対10分の9でもって、それに α だけ投入する場合、ポートフォリオこうでしたよね、こう分かれて 1×α がこうでしたよね。でこの時のリスクどうなるかっていうと、例の公式使ってね、これね、これの全要素合計ですよね、ここに、10分の1のアルファ倍ね、全部危険資産じゃないからね、例えば3分の2とかね、でそれが A のウェイト、 B のウェイトも10分の9のアルファ倍ね、アルファしか投入してないから、で10分の1アルファ、10分の9アルファに共分散ですね、これをかけたものがリスクになります。でアルファがアルファ事乗、アルファ事乗、アルファ2個あって事乗だから事乗のルートになるから、しかもアルファは0以上だから外に出せますよと。でこの中身何だったっけ、これこれってまさに接点ポートフォリオのリスクですよね、リスクの式ですよね。これはここです。だからちゃんと言いましたね、23のことね、それかけるアルファ、アルファ外出ましたよね。ということで、はい、アルファかける接点ポートフォリオのリスクになります。だからアルファが2分の1だったら接点ポートフォリオのリスクは2分の1、接点ポートフォリオの2分の1がリスクって言った方がいいか。まあそれが今示せました。横座標 OK ですね。で今度は縦座標いきましょう。ちょっとややこしいけれどもね、縦座標の方は、何言いたいかっていうと、こうなればいいんですね。2分の1投入した場合にはこのt の点の 9.2 と f の点の2分の1になってほしいのね。アルファが2分の1だったら。それどうかけるかっていうと、まずこれそもそも0じゃないから f がね。0に rf を足しておいて、まずここスタート。それに、こいつの差。rt-rf。さに、さこの幅の2分の1を足したもの。つまりこれがアルファになってればいいのね。で、この rt の式がこれが入るんですよっていうのはちょっとややこしいけれどもね。これが言えればいいのね。RF 足すこれ引く RF に α をかけたものってなってれば、ちゃんと中間点にあるってことになりますよね。で、それを確認するのは、α と期待リターンの関係で、例によって、1引く α が安全資産、α を分けて10分の1をかけて、10分の 1α が A、10分の 9α が B。で、それを期待値の公式に放り込む。はい。F のウェイト。A のウェイト、B のウェイトね、放り込んで期待値は 0.5210 でしたね。でこれまた α をごちゃごちゃやって、 α のあるやつを外に、あれ α のあるやつをここにあるね、外に出そう、外に出そう、これも外出そうということで、マイナス 0.5 がここに効いて
で10分の 1×2 がここに来て、10分の 9×10 がここに来て、アルファ外に出す。そんで 1×0.5 がちょっと残ってるからここにつけると。これでできましたね。これ安全資産の期待リターンですね。それにこの箱の高さの差、箱の高さの差、ここいくつか 9.2×0.5 ですね。つまり 9.2 って何だったか思い出してっていう話言いましたよね。覚えておいてと。これね、これ 9.2、 これこれ引く安全資産の高さね、これ引く安全資産の高さ、つまりこの高さのことだね。この高さ、それを 100% と考えて、アルファが2分の1だったらその半分、中間点をこの土台に足せばいいんですよと。土台に足すと、2分の1だったらこの高さの中間点を、中間点の高さを 0.5 に足して、ちゃんとこれになってますよというのが言いましたね。はい、ということで横座標も縦座標もちゃんと、アルファが2分の1だったら横も縦も中間点ですよというのが言えました。ということで、アルファとリスクの関係は、接点ポートフォリオのリスクに、それにどれだけ投入したか、アルファをかけたものですよ、2分の1だったら半分っていうのを言いましたね。今回の数値例の場合には1個前の1個後か、 23% に横座標にね、アルファだけ半分だったら半分の点、これがリスクですっていうのが言えました。で、また期待値についてはさっき言ったように、まず土台となる安全資産の点に何足すか、この差額、この差額のアルファの部分、この差額を 100% と考えて、2分の1だったらその半分の点、この点、これを足したらほらこれになってますよねということで、中間点だったら、2分の1だったらこれの中間点をこれに足すので、この幅をね、だからちゃんとこうなってますね、中間点になってますね。はい、でそれを数字入れたのがこれで、もうこれはですね、もう引いちゃってます。 9.2×0.5、 まあこれリスクプレミアムっていうけどね、安全資産と比べてどれだけ期待リターンが高いか、上回る部分ね、 8.7、 この部分ね、この部分リスクプレミアムにアルファかけると、半分だったら中間点、それを土台の 0.5 に足すから、この部分にちゃんとなってますよということが言えてます。で、最後何やりたいか、この2つの関係が分かりました。アルファからどうやって期待値が決まるか、アルファからどうリスクが決まるか。最後やりたいのは、横座標をアルファと、あ、ごめんなさい、横座標をシグマとリスクと、縦座標を期待値、どういう関係にありますか、これを最後に出しましょう。で、どうやって出すか、この2つの式があるんで、アルファ消せばいいよね。アルファを、これアルファについて解いて、単純にね、これで割っただけで、これを放り込もうか、この中にね、これをこんな放り込んで計算しましょうということで、今やったのは横座標とアルファの関係が出ました、縦座標とアルファの関係が出ました。これアルファを、このね、分数、これ割る、これをこの中に放り込んで整理するんですね。数式で言えばさっきやったこれね。で、アルファを消去するとどうなるか、そうすると横座標と縦座標の関係が得られます。それが直線になるよという話ですね。で、次のスライドの式が得られます。それは、この接点ポートフォリオね、この茶色い線、この、まあ、方程式というか、横座標と縦座標の関係ね。横座標は直線です。まず Y 切片があります。 Y 切片ね、それ RF ね、それに傾き、傾きかける横座標ですよね。y イコール a たす bx みたいなですね。で、 b 傾き何かって言ったら、はい、横にどれだけ行くか、それはこれですよね。横にどれだけ行くか、これで、縦にどれだけ行くか、縦はこれ引くこれですね。はい、これ引くこれということで出ました。これが選択対象となるようなリスクと期待リターンの組になります。で、今回の数字例で言えばね、これ 9.2 がここね、これ 0.5 だから引いたら 8.7 ね。で、これ23でしたよね。で、それに Y 切片 0.5 を足したもの、これが、あなたが選べるリスクと期待リターンの組になります。だから俺はこれだけのリスクを負担できるよって言ったら、ここに放り込めばいいのね。
ここに放り込んだら、じゃああなたの期待リターンはここですよとなるし、またこれ縦からもいけますね。私これだけの期待リターン欲しいんですって言ったら、じゃああなたの負担するリスクはこれだけですよっていうのもこれから出せますよね。それの場合こっちに入れてこれ出せばいいのね。ということで関係が出ました。でそれを数式で言えばね、これですよね。切片に傾きかけて横座標を縦座標と。でこの直線があなたが選べるリスクと期待リターンの組になります。で数値を入れると、ただね、このよくある式ですよね。 0.5y 切片かける8.7リスクプレミアムね、 8.7÷23 横座標、それが傾きで、これに数字入れたらあなたがこれだけリスク負担できますよ。いっぱいリスク負担できたらいっぱい期待リターンもらえるしね。嫌な思いする代わりにリスクが大きくてね、その代わり平均すると多くもらえる。逆に、これがね少なかったらちょっとしかもらえませんね。だから無リスクでいっぱい儲かるなんてことありえないよね。これ0だったらこれ 0.5 しかもらえないからね、というのが分かると思います。それが最適投資の結果ってことで、この3つの関係が分かりました。縦座標、横座標、アルファの関係が分かりました、3つのうちの1つの値が決まれば、それを実現する最適なポートフォリオ、ダブルを保有したとき、つまり接点ポートフォリオと安全資産の組み合わせね、それを保有したときの残りの2つの値が自動的に決まります、縦、横、アルファね、それが分かったと思います。ということで練習問題5いきましょう。で設定、今まで通りね、横座標 2.3、 危険資産の、あ、ごめんなさい、接点ポートフォリオのリスクが23ね。で縦座標が 9.2 縦座標ね。で安全資産のリスクが 0.5、 リスクは0ね、当然。でこんな設定において、期待値 13.55、 私は 13.55 の期待値が欲しいですよ。そんな人はリスクとアルファどうすればいいでしょうか。まずこれやってみようか。じゃあこれは私がやってみますね。どうするか、式やりましたよね。こんな式になりますよってのやりましたね。これは傾きね、 Y 切片で、これこれ変形するとこうなるのね。これについて解くとね、両辺から0.5引いて、で8/7/23をね、逆数をかければいいのね。そしたらこうなります。だからこの中にね、掘り込めばいいよね、これで。これで、何だったっけ、 13.55 を入れる。で計算すると横座標は 34.5 というのが出ます。これがリスクになります。でじゃあポートフォリオの中身どうなるか。で接点ポートフォリオ10分の1、10分の9でしたよね。だからアルファ出せばいいよね。アルファいくつか、この関係がありましたよね、これ。でこれが34.5 だから、接点ポートフォリオの何倍のリスクを保有していますか。 1.5 倍ですよ。だから接点ポートフォリオに保有資金の 1.5 倍を投入しなきゃいけないんですね。だからアルファが 1.5、こっちはマイナス 0.5、 借金ですね。だから 0.5 が F のウェイト、 1.5 のうち10分の1、10分の 1.5、10分の、なんだ 8.5 か、まあ、これきれいにしたら、0.15 の方がいいか、 0.15 0.85 マイナス 0.5、 これがポートフォリオになりますね。ということでここはマイナス 0.5 借金します。で残り 1.5 のお金を、なぜならリスクがこれの 1.5 倍だからね、を、A と B に投入します。で 1.5 の10分の1、 0.15 が A、 1.35 が B ということになります。ごめんなさい、これ 0.85 じゃなくて合わせて 1.5 ですから、残り分ですね、 13.5 がここに入るということで、はい、できました。じゃあ今度は2問目。横座標、リスク、負担できるリスク 4.6 です。
あなたが獲得できる期待値はいくつですか、アルファいくつですか。これをやってみましょうか。じゃあまず横座標 4.6 ね、これこの中入れればいいだけですよね。入れて計算すると縦座標は 2.24 になります。で、まあ、この 4.6 を使ってアルファ出してもいいしね、 2.2 を使ってアルファ出してもいいです。これでね、ここに 4.6 を入れて23分の 4.6 がアルファです。でこれで 0.2 って出してもいいしね、あるいはここに 2.24 を入れて、でこれでアルファ 0.2 って出してもいいしね、まあ、いずれにせよアルファは 0.2 になります。はい、アルファが、まあ、ここに書いておこうか、カッコアルファイコール 0.2、 こっちも書いておこうか、アルファイコール 1.5 ですね。ってことは、20% が危険資産なんで 80% が安全資産、 20% のうちの10分の1が A だから 0.02、 90% 0.2 のうちの、つまり 0.18 が B、 これがポートフォリオになります。ここの 4.6 のリスクを知るとどういうポートフォリオかって言ったら、こう線引いて、こう T からこう引いて、で10分の1、これが A ね、これが10分の9で、これが α ですね。っていうことはここが 0.8 になるし、これが 0.02 になるし、これが 0.18 になる、これがこの点を選んだ人ですよね。そしてここを欲しがる人っていうのは、またここからこうやって光線を引いて T でこう引いて、ここマイナスで、これが F ですね、マイナス0.5 で、ちょっと分かりにくいけど、ここのここがここが 0.15 で A ですね。でここがここの 1.35、 これが B ですね。ここのマイナス 0.5、 これが安全資産ですね。ということで、あなたがどれだけリスク負担できるかによってポートフォリオの中身も分かるし、期待値も分かるね。どれだけリスクを負担すれば、どれだけ期待値欲しいのかによってどれだけリスクを負担する必要があるのかも分かるし、ポートフォリオの中身も分かる。またアルファを決めてポートフォリオ分かればリスクも分かるし、期待値も分かりますね。ということで、この3つの関係が出せるようになったと思います。じゃあ最後に、補足事項で、去年まではね、試験範囲じゃなかったんだけど今年から入れたいと思います。で、接点ポートフォリオの導出法ということで、今日の課題でも出してますので、解き方をマスターしてください。で、接点ポートフォリオって何だったかと、このピンクの線上の一点を決めて、それと安全資産を結んで、その傾きを出すんですね。で、その傾きが最大になっていれば、それが接点ポートフォリオですっていう話でしたよね。で、じゃあこのピンクの線上の1点と安全資産結ぶ線の傾きどうなるかって言ったら、横はそのリスクですよね。この A と B の組み合わせのリスク、つまり AB を組み合わせただけの A 次乗の A の分散足す B の次乗かける B の分散足す 2×A のウェイト B のウェイト共分散ですよね。でそれにルートをつけたのが、つまり分母がこの幅でしたよね、ここ、まあ、つまり AB を組み合わせたこれの横座標、それ分の傾きですからね、高さ、この部分ですね、この部分は RF を引きますよ、この部分ね。でこの部分から RF を引けばいいんですね。でこの部分何かって言ったら、 A と B を組み合わせたものの期待値ですから、A のウェイトかける A の期待値足す B のウェイトかける B の期待値ですね。それがこの高さの差、ここがここで引くこれですね。ということで、それが分子、これが傾きになります。でこれ、じゃあこれをね、 A で変微分して B で変微分して最大が出せた方がいいな、ちょっと皆さんきついと思うので、もう答えだけ言いますね。でこれが最大になるように AB 選ぶとどうなるかっていうと、これを解いた、連立方程式を解いた、この A の VA、VB がウェイトみたいなものなんですね。で、これ連立方程式だけど、まあこう書けるね。分散共分散行列を書いて、
もうこれはね、パラメータ、あなたが決められるものじゃなくて決まってるやつね。で、こっちにリスクプレミアムを取ります。リスクプレミアムっていうのは A の期待値引く A の F の期待値、 B の期待値引く B の期待値ね。で、それにこれをかけた連立方程式の答えが VA、VB で、その比 VA 対 VB っていうのは A と B の比率と等しいんですね、という特徴があります。まあ、それはね、この1回の条件から得られるっていうんだけど、まあ、そんなのはまあよくて、とにかくこうやって解くんですよっていうのを覚えてください。で、これを普通に書いたのがただのこれね。なぜなら、これかけこれ、足すこれかけるこれがこれですよね。行列の掛け算ね。で、これかけるこれ、つまりこれ足す、これかけるこれ、つまりこれがこれですよね。ということで、これ、皆さん解けますよね。中学でやるんだっけ、こういうのは。で、行列を使って解くのはね、まあ、大学行って勉強しなきゃダメだけども、で、今回の数値例の場合には、ここの数値決まってますよね。分散共分散行列なんで、A の分散が 0.15 の次乗、B の分散が 0.25 の次乗。で、共分散 0.0075 でしたね。やや連動と。で、F は 0.5%、A は 2%、B が 10%、これが期待値なんで、そのまま数値を放り込むと、これがここですね。この分散共分散行列がこう入って、で、A 引く安全資産、B 引く安全資産が右に来ると。で、これをね、AB について解けばいいんですね。で、これ、いけますよね、皆さん。で、ちょっとね、これ、次乗の計算結果は 0.0225 だっけ？ちょっと小数点がいっぱい続くんで、1万倍して、小数点消しましょう。消したのが、これです。もうこんなで解けますよね。で、これ、例えばね、まあ、2つ目の式から A について解いて、それをここに放り込んでもいいしね。あるいは行列っぽくね、これを2行目を3倍するとちょうど225になるんで、75を3倍して225、625を3倍して1875、950を3倍して2850、これやっておいて、で、下の式引く上の式やれば、これ引くこれが消えて、これ引くこれが1800になって、これ引くこれで1700になると。で、割り算すると VB は2分の3ですね。で、それをどっかに放り込んで計算すると VA は6分の1と。ということで6分の1。で、ちょっと分母揃えるためにね、6分の9と。これが出ました。で、こうして得られた比、A と B の比っていうのは、ちゃんと接点ポートフォリオの比になってますので、ただ注意点はこれ足して1じゃないので、接点ポートフォリオとちょっと違いますよね。接点ポートフォリオっていうのは AB だけを組み合わせたものなんで、足して1じゃなきゃいけないと。ということで、こうやって得られたこれ、こうやって得られたこの比っていうのは、ちゃんと AB のウェイトの比と等しいです。比と等しい。まあ、つまり1対9ですよね、ちゃんと。だけども、とにかくの比と等しいんだけども、ちゃんと足したら1じゃないよね。だから、接点ポートフォリオ、こんな感じだからね。で、安全資産は0だからね。で、だから残りで足して1じゃなきゃダメですよね。だから、1になるように、比を維持したまま1になるように、比を維持したまま1になるように、どうすればいいかって言ったら、10分の6倍すればいいのね。つまり、これ足して1になるようにすればいいんだから、その足したものを分母に置けばいいと。つまり、6分の10ですね。足したら、6分の10が分母に来て、ひっくり返して10分の6倍すればいいと。そうすると1対9のまま足して1になるので、計算すると A のウェイトは6分の1、 B のウェイトは6分の9ですね。足して1にするには、それを足したものをの逆数かければいいので、10分の6、10分の6をそれぞれかけると。同じものかけても比は変わらないですから。で、これピッと消えて、ピッと消えて、10分の1と10分の9になりましたね。ということで、こうして得られた10分の1、10分の9というのが、接点ポートフォリオにおける危険資産への投入ウェイトと
というのが計算できるんですね。ということでこれ解けるようになってください。今日の課題でね、数字を変えて、この設定とこれだけから接点ポートフォリオを出せって言われたら出せますんで、ここからこれをね作っておいて、まあ行列分かれたら分散共分散行列にこうかけてリスクプレミアムってやれば、覚えやすいかもしれません。でそれで解いておいて、ただその日はちゃんと A と B のウェイトと等しいんだけど足して1じゃないから足して1になるように調整しましょうと、共通の数をかけましょう。そうしたら接点ポート不良での AB の比が出ますというのが出せますんで、今日の課題で解いてください。ということで、今日のまとめいきますね。合理的な黒字主体はどうやって投資手順、投資先を決定するか、その手順について勉強しました。まあ今日のまとめじゃなくてね、今日までのまとめになるけども、まず自分の将来予測、まあ同時分布を使って、危険資産だけの総曲線をまず得ましたよね。でそれは凹み方は共分散次第でしたよね。でそれと安全資産を結ぶことによって、安全資産の点から直線いっぱい引くんですね。引いて今日これ今日やりましたよね。でその中だったらあなた選べますよ。これで全ての箱を網羅できるわけですね。でこうやって三角形みたいな形の実現化の集合が得られました。この中の期待値リスクの組み合わせだったらあなたは選べます。じゃあこの中で合理的な黒字主体が選ぶべきなのはどれでしょうか。左上のヘリですね。この茶色い線ですね。実現可能集合の左上の縁の直線上の点、これのいずれかが最適な投資対象ですね。ただそのどの点かっていうのはその人の好み次第ね。だから皆さんみたいに安全資産だけ持っても当然ね合理的だしね。ただこういう内側の点は合理的じゃないよね。より高いリターン得られますからね、期待値リスクも減らせるし。だからこの茶色い点から選ぶんですよ。でこの茶色い点何かって言ったら、それはこの接点ポートフォリオなんですね。この双曲線とこの直線が1点で接してる点なんですね。で他の直線っていうのは全部交わっちゃってます。交わってなくて接してる点だと傾きが最大になります。で合理的な投資対象となります。でこの茶色い点っていうのは接点ポートフォリオで、じゃあこの接点ポートフォリオの内訳ありますね、 A と B の内訳で、この箱と安全資産を組み合わせるというのが最適な投資というのが分かりましたね。ということは、この直線上から選ぶ人はみんな同じような A と B の投入ウェイトの比率になるんですね。まあわずかにでもリスク資産を持つんだったらね、持たない場合には 100% 安全資産になるけれども、だから合理的な黒字主体というのは安全資産と接点ポートフォリオを組み合わせたようなポートフォリオに投資することになります。で例えばこの茶色い線上でこの辺欲しいよと、この辺のリスク期待リターンが欲しいよって言ったら該当するポートフォリオ決まりますよね。こうやって T の点と F の点からこう引いて、でこの境目の点、これが安全資産と危険資産の境目になって、でこの部分が α ですね。でそれが危険資産の投入比率で、その中の今回の場合には10分の1、10分の9が A と B です。残りが安全資産になります。でこうしてポートフォリオが決まります。ということで危険資産内の投入比率はみんな接点ポートフォリオと等しくなりますということになります。そして安全資産に接点ポートフォリオをどれだけ混ぜるかっていうのはリスク期待値のどちらをどれだけ重視するかの好み次第ですよと。だからね、甘さ控えめのねカロリー低いチョコレートとかね、まあ、そういうのと同じですよね。別にそれが合理的じゃないってわけじゃないのね。だから、リスクが嫌いな人はこの辺持つしね、あるいはさらに嫌いな人は安全資産だけ持つ、リスク好きな人は借金して株式持つしね。ただし全員共通なのはやっぱり1対9なんですね。どんだけリスクが嫌いな人でもどんだけ好きな人でも AB 両方持って、 A は10分の1、 B は10分の9と、そういうウェイトで α を、分けると、それが共通になるということになります。そして最後やったのは、この横座標と
縦座標と横座標とあとアルファの関係ですね。でこれ最適なポートフォリオを保有しているときにはみな接点ポートフォリオと安全資産を結んだ直線上にあるわけですから、この直線の方程式入れますよね。横座標と縦座標の関係どうなるかっていうのは書けますよね。でそれはさっきやった式やりましたね。あとアルファとの関係もあるし、だからアルファがあって期待値があって、で最適なリスクがあって、これらの関係がちゃんと数式で書けて、でどれか1個決めたらこれだけのリスク持てますよって言ったら期待値も決まるし、持つべきポートフォリオも決まる。これだけの リターンが欲しいですよ、期待リターン欲しいですよって言ったらリスクも決まるし、アルファも決まる、ポートフォリオの中身ね。でまた危険資産への投入比率が決まれば期待リターン決まるしリスクも決まるということで、残り2つがさっきの数式に従って自動的に決まるということになります。ということで今日は以上です。